8時を回りました。 FM 小沢をお聞きの皆さん、おはようございます。 3月20日 マイオアシス、これから2時間生放送でお届けします。どうぞお付き合いください。本日のオープニングナンバーはナオト・インティライミで LIFE。 1週間ぐらい経った気分。あ、確かに。今日いるラジオやらないとよ。まあ、前おすすめだけど1週間の喋る量が極端に減るわけ。そんなにか。喋らないわけ。あ、リンリンさんおはようございます。 そうですね。はい。モイスチャー、なんだろう。おはようございます。あ、米沢さんおはようございます。
の皆さん、おはようございます。3月20日マイオアシスの時間です。沖縄市中央パークアベニュー入り口、国道330沿いにあります FM コザのスタジオから上条美希がお届けします。皆さんどうぞよろしくお願いします。おはようございます。金曜日ですね。なんかね、今日っていうか今週とっても長く感じました。いっぱいね、この用事っていうかこの特徴的な出来事がいっぱいあったんですよ今週。だからか知らないけど、このマイオアシスの1週間が来るまではとっても長く感じましたね。皆さんどんな1週間でしたか？今日は平日最後ということで張り切っていきましょう。さっきね、ツイキャスにも来ていたんだけど、沖縄に USJ ができるとかニュースもね、いろいろ飛び込んできてますね。すごいね。どうなっていくんでしょうかね。沖縄どうなるんですかね。まあ分からんけど、なんか面白い方向に自然もいっぱい残っていきつつ進んでいくといいなと思いましたよ。で、私ですね、この今日いっぱいあったよ、忙しかったよって言ったんですけど、先週ね、この金曜日の夜にやっている漂流ラジオという番組をお休みしたんですよね。もうね、本当に最初は緊張してたんだけどさ、やっぱ1週間のうちにさ、漂流ラジオやらないとなんかよ、この無口になる時間がさ、喋る時間が極端に減るので、なんかさ、すっきりしなかった喋りたかったよね、人と喋っていつもさ、家でもあんまり喋らないわけ1週間分のさ、このおしゃべりをさ、FM 小座の朝と夜で使ってる金曜日で、めぐみさん、ハンドクリーム塗りつつね、あ、お化粧してる違うよあ、違うの、ハンドクリーム。ほんと、めぐみさん、今日も元気ですか？イエーイ。今日も皆さん、めぐみかんことめぐみさんと一緒にお届けしていきますよ。で、この先週金曜日ね、私即興芝居のライブがあったんですよ、シアタースポーツっていうさ、この劇場でスポーツを観戦するようにみたいなのがありましてね、即興芝居やってきました。それでお休みしたんですけれども、その打ち上げがカラオケだったんですよ、この大人団さんっていうね、劇団の人たちがよく使っているカラオケらしくて、今回一緒になったので、みんなで一緒にカラオケで打ち上げしまして、で、またね、その次の日ぐらいからもう新しい芝居の稽古が始まっていて、それで歌を歌うかもしれないっていうことでね、みんなのちょっと歌唱力を聞かせてくれって言われてからさみんなで稽古でカラオケに行ったんですよ。それでなんか歌う曲が大体さ決まってきたぞっていうことで、休みの日にまた一人でね、夜な夜なカラオケに行ったんですよ。週に3回、今週カラオケ行ってます。やばいっしょ、きすぎそれで今日のね、メッセージテーマはカラオケということになりました皆さんのカラオケの18番でもいいですし、カラオケのエピソードいろいろね、ここがおすすめだよとかでもいいですしね、こんなことがあったんですよカラオケでっていうカラオケエピソードお待ちしています。メールアドレスは761@fmkoda.jp 761@fmkoda.jp です。またこのメッセージやリクエストは FM コザのホームページから直接送ることができます。番組表の番組名をクリックするとメールフォームが開きますので、ぜひ皆さんそちらからも気軽に参加してみてください。そして FM コザではユーストリームとツイキャスで映像と音声のネット配信を行っています。 FM コザのホームページから簡単に見ることができますので、ぜひそちらもお楽しみください。今日のメッセージテーマ、カラオケでお待ちしております。今日も8時から10時までの2時間生放送、元気に楽しくお届けしていきますなんだろうな、口回ってる、本当よな、まあいっか皆さんどうぞ最後までお付き合いください。これをな、ガロガロしてるじゃん。仕事終わる人もいるんですね。お疲れ様ですね。
私受けるって。何にかけてる？モイモイって何ね？なんかツイキャスとかでモイとか挨拶みたいな。ああ。挨拶っていうか。申し訳ない。挨拶だったんだこれ。挨拶っていうか。うん。なんだろうな。ヤッホーみたいな。うん、なんかツイキャスやるよみたいな。あ、配信。そうなんだ。一気になんか行くっていう。あ、そうなんだ。すいませんね、このツイキャスやってはいるものの分かってないんですよね、私。あ、ミッキーさんおはようございます。メイグおはようって。おはよう。なんか久しぶりだな、やっぱり金曜日だけだから、水曜日からさ、ミキさん一人でやってるわけ。ミキさん、水曜日、ミキさん、うん、ミキさんも自分でやってるわけさ。へぇー、すげえ。8時11分を回りました。この時間は沖縄地方のお天気、道路交通情報をお伝えします。まずはお天気からです。3月20日、今日の沖縄地方のお天気は、沖縄地方は曇った空気の湿った空気の影響で雲が広がっていますが、雲の隙間で晴れているところがあります。本日の本島中南部の天気は曇り、夕方から晴れるでしょう。この後の降水確率は 0%。 本日の日中の最高気温は24度でしょう。風は北の風、波の高さは2メートル、後に 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。続いて週間の天気予報をお伝えします。明日3月21日土曜日の天気は晴れのち曇りでしょう。降水確率は 20% です。那覇の最高気温は23度、最低気温は19度でしょう。続いて日曜日3月22日のお天気は曇りのち晴れでしょう。降水確率は 20% です。那覇の最高気温は22度、最低気温は17度の予報です。沖縄地方、向こう1週間は期間の前半、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、期間の後半は気圧の谷や湿った気流の影響で雲が広がりやすく、雨の降るところがあるでしょう。以上、お天気をお伝えしました。続いて道路交通情報をお伝えします。まずは沖縄自動車道からです。沖縄自動車道は、宜野座から許田に行くね、許田間で規制がかかっています。また、汽車場から沖縄南の間でちょっと事故車が出ているようですね。沖縄自動車道を通る皆さんはぜひ安全運転でお願いします。続いて一般道をお伝えします。一般道は前原交差点付近で渋滞が起こっています。また牧港でも渋滞です。グスクマでも渋滞が起こっていますね。また小那覇から戸口交差点の間で渋滞が起こっています。皆さん気をつけて通行してください。以上、道路交通情報をお伝えしました。FM 小座から見えるお天気ですが、曇りです。今日は朝から曇っていますね、うん、だんだんね、この春になって
ているので明るくなる時間が早まってきているんですけれどもね。そしたら曇りが目立つね。なんかね、ね、今日はもう朝7時から6時からずっと曇ってますね、うん、で国道330は快適です。今ねあれしか通ってない、ゴミ収集車この時間さ、ゴミ収集車よく通るね。そうだよね、前も見切ったよね。以上、ゴミ収集車の情報でした。今日も一日皆さん安全運転でお過ごしください。皆さんね、ツイキャスいっぱい来てますね。この USJ の話題とかね、今仕事終わって早速飲み始めてますっていうリンリンさんとかね皆さん今日も頑張っていきましょうね。ということで続いてこのコーナー行こうと思います。みんなで元気に、うちなーぐちラジオ体操の時間です。マイクが小さいよって言ってる。なんだろう、レベル的には普通だけどね。あ、ほんと？誰だろう。全然僕さんじゃない。あ、ほんと？あ、じゃあなんか調子が悪いんじゃないかな。よし、これ今から見てるのがいいのかな、多分ね。あ、おはようございます。メイクさん、1週間遅れてすいませんってアルコさんが言ってる。なんだろう。先週さ、うん、アレゴさんとメールのやり取りしてて、うん、フェイスブックのメッセージ で、うん、で木曜日だ、先週の木曜日に、うん、メッセージやり取りしてて、うん、で明日バンポールチキンのコーナー何がいいですかって言われてから、へー、じゃあそれでやり取りとか、じゃあ明日何メールと俺が考えたいように言いますねって送りますよって言ってくれたんだけどさ、変な気使ってるそうだったんだ。アッキーさんからも来てますよ。文字化けしてるね、いつもね。なんだろう、リクエスト曲はハートグロー重なる影。やけに短いなと思ったら1曲お届けします。すずでステップバイステップ。小さい冷蔵庫があるねって。あるね。
な。どっから見せる？撮ったのかな、アリスさん。もしかして。中見ないとわからんのか。うん。カメラはこっちしか向いてないしね。撮ったんですか、今。なんか写真かなんか、アップしてたかな。でも、下誰撮ってるんだよね。うん。他の写真かなんか撮ったのかな。そうかもしれない。なんで冷蔵庫好きなの？そんななんかピンポイントな話これ。冷蔵庫マニアか？虹を待つ人かファイヤーフライどっちがいい？虹を待つ人も好きだし、ファイヤーフライってどの後でしたっけ？あ、こいつが当てます。あー、どっちもいいね、ファイヤーフライにしようか。虹を待つ人さ、しょっちゅう終了時にかけてる。多分2、3回かけた。向こうに印鑑30分が見える。どっかいるんだな。あ、カメラ向いてないよね。あれかな。新聞。道路多くなってきましたね。ミキがよ、道路交通情報するときよにいればいいのに、みんな正確な情報遅れないよ。ゴミ収集だからよ。今全部だけど待ってるけど大丈夫。誤報ばかり流してる。あ、今日ゲストいますか？時刻は8時22分を回りました。この時間は琉球新報沖縄タイムスの朝刊から記事をお伝えします。まずは沖縄タイムス総合面からお伝えします。イスラム過激派テロ、21人死亡、容疑者2人射殺。チュニジアの首都チュニスで18日起きた博物館襲撃テロで、日本政府は19日、日本人3人が死亡、3人が負傷したことを確認しました。安倍首相は官邸で記者団に、テロは断じて許されない、強く非難すると述べました。日本政府関係者によると、死亡した日本人は全員女性です。事件は18日午後0時半ごろ、武装集団がチュニスの国立バルドー博物館で銃を乱射、観光客を人質にとって館内に立てこもり、外国人観光客18人を含む計21人が死亡、40人以上が負傷しました。博物館に突入した治安部隊が武装集団の2人を射殺しました。続いて沖縄タイムス地域面からお伝えします。文芸作70編収録、文化の窓発刊。沖
市文化協会は20日、協会文芸部の1年間の作品などをまとめた文芸誌、文化の窓37号を発刊します。詩や俳句、随筆のほか、フリープロデューサーの上原直彦さんがコザの思い出を語った特別寄稿や主催する文化の窓エッセイ賞の受賞作品など約70編を収録しています。文化の窓37号は500部を制作し、価格は税込み800円です。協会窓口で販売しています。本日20日午後6時半から沖縄市文化センターで出版記念祝賀会とエッセイ賞の授賞式を開かれます。同協会の山内専務理事らと16日沖縄タイムス中部支社を訪れた文芸部のキャン・スマコ部長代行は、著名な方の寄稿も盛り込まれています。歴史のある文芸誌でぜひ読んでもらいたいと PR しました。続いて琉球新報総合面からお伝えします。事故の飲酒率全国最悪。県警は19日2014年の交通人身事故発生状況を発表しました。2014年の人身事故の発生件数は前年比422件減の6242件で、うち約 1.87% の117件が飲酒絡みの事故でした。14年に県内で発生した人身事故件数は過去10年間で最少だったにもかかわらず、飲酒絡みの事故の占める割合は25年連続で全国ワーストとなりました。県警交通企画課によると、飲酒絡みの事故は全国平均の約 2.4 倍と高く、飲酒運転が沖縄県に蔓延している状況が改めて浮き彫りになりました。また2014年に県内で発生した交通死亡事故34件のうち 26.5% の9件が飲酒絡みによる事故で、2年連続ワーストとなりました。県警交通部の大城管理官は、社会全体で飲酒運転根絶に向けた啓発を図ることが必要だ、県警も引き続き取り締まりを強化すると述べました。続いて琉球新報市町村面からお伝えします。会場一帯で音楽満喫。沖縄市でニーユトゥーマチー。沖縄の祭祀や古典、民族芸能など歴史の中で生まれた様々な音楽のニーユトゥーに感謝するイベント第3回ニーユトゥーマチーが14日、15日の両日、沖縄市のミュージックタウン音市場で行われました。15日は島袋達也さん、知念梢さんらが出演し、通りに集まった人たちを民謡で盛り上げました。前川主健さんが登場すると、子供から大人までが自然に前に出て三味線と歌に合わせて踊り出しました。カチャーシーなどが止まらず、前川さんが終わりと声をかけるほど会場が一体となって音楽を楽しみました。以上、この時間は琉球新報沖縄タイムスの上巻から記事をお伝えしました。この後はテーマトークです。今日のテーマはカラオケです。皆さんのカラオケのエピソードどんどんお待ちしていますよ。メールアドレスは761@fmkoza.jp です。チャンネルはそのままで。なんてかな、ポロポロしてるよな。AKB さん、おはようございます。これ一回終了しようか。そうだ ね、うん、皆さん一回終了してから再開しましょうね。えい。すげー、できる、すごいね、これ。うそ。
しょっちゅう噛むようなすげーなーぜー下回るけど口が回ってだからよ口がパンパンパンなんでかアリスさんどっかいるんだろう沖縄市中継してるね今ねリスさんね何をしてるでしょうかってもう問題出せるんじゃない確かにご紹介したいと思いますみたいな感じで。はい。時刻は8時31分を回りました。ここでメールを紹介したいと思います。ラジオネームガンダムファイターアルゴガルスキーさんからです。どうもありがとうございます。おはようございます。曇りですね。暑くなくていい感じっすってミキさんは長い1週間だったんですね。楽しいことなら早いですが、どちらかというと大変だったりしたんですかね。ふふふ、ミキさんは漂流ラジオに力を込めてるんですねって。僕が話し相手になりましょうかって私がね、優しいね先ほどオープニングでね、あ、今ね、優しいって言ったのはメイゴさんだから、ミキはどっちかというとなんだそれって思ったから恐竜ラジオにね、ミキがね、あのオープニングで先週は恐竜ラジオやらんかったからね、喋る量が激変したって言ったからねアレゴさん、あれ見ました、なんていうの、お土産っていうか、この 仙台のね、宮城県の方のこの写真を、写真がいっぱい載ってる写真集みたいのをね、FM 小座に持ってきていただいたみたいなね。さっきめぐみさんが見せてくれたよ。どうもありがとうございました。あれね、貴重な記録でしたね、うん、アルゴさん帰ってきて、昨日 FM 小座でゲストで出てもらったらしいですね。ね、ミキまだ聞いてないから後で聞いてみますね。どうもありがとうございました。そして無事帰還されてお疲れ様でしたそしてね、このリクエスト、マンボブチキンで虹を待つ日とかファイヤーフライということで、メグさん1週間遅れてすいませんということでね、いやいやいいのにっていう感じのメールが来てますけどめぐみさんがね、あのどっちか2つのうち選んでからかけてくれるそうなので、お楽しみにということで、メッセージありがとうございました。さて今日のメッセージテーマはカラオケでお待ちしています。カラオケあれこれですね、ただ単にね、私が先週1週間のうちに3回もカラオケに行ったっていうことがあって、テーマカラオケになりましたよ。それではメッセージどんどん紹介していきましょう。続いてこちら、ミキさん、めぐみさん、おはようございます。沖縄市のミンミンです。おはようございます。やはり金曜日は天気崩れますねってでも気持ちはミキさんの笑い声とともにミンミンは元気ですよ。今日は小学校の修了式でミンミン2号は元気に行きました。4月からは新たな学年、友達と先生で楽しんでほしいな。ミンミンのカラオケは昔派で、ミホちゃんやアキナさん、セイコさん、キョンキョン盛りだくさんのミンミンです。ミキさん今度一緒に行きましょうねって。もちろんメイグーもです、メイグーさんもですよってメイグーさんリクエストお願いします。それは嵐のハピネスです。なんか今日は飛びたいミンミンです。
では頑張ってくださいねということで、沖縄市のミンミンさんからメッセージいただきました。どうもありがとうございました。今日小学校終了してたんだ、うん、ねえ、なんかでもこの1週間ここ最近で、ね、続々終了式のあの小学生が小学校があるってさっき新聞で見ましたけどね。そうなんだ。この少々さんのさ子供さんもさ卒業するって言ったから、うん、楽しみだね。そうなんだね。いろいろ話聞きたいな。ミンミンさんの2号さんも無事卒業おめでとうございます。4月からねみんな新しいこと始まるんですね。この大人になると4月からは、まあ、新規一転はしますけどね、新しい学校、新しい友達、新しい先生とかなんかいいね、うん、懐かしいね。このさ、席替えとかあったさ、あ、まあ、新年になると席替えどころか人前か、クラス替えか、ドキドキしたよね。そうなんかやっぱ仲良かった女の子とかさ、この友達と同じクラスになってたら嬉しかったし、友達ミキ少ないからさ、あのあれだわけ、これ必死だわけ、あのそう仲良しの子と一緒じゃないともう、あ、やばいやばい、また一から作り直さんとみたいな、あー、ドキドキしたな。今日卒業の方もこれからね、また4月から新しい学年で頑張っていくためにもね、今日は楽しく過ごしてくださいね。うん、ミミンさんありがとうございました。リクエストは嵐のハッピネスということで一応伝えておきましたね。ありがとうございます。OK って。そして続いてこの方、違った。この方、はい、ミーキー＆早見神推しさんですね。はい、AKB ファンさんからいただきました。うん、どうもありがとうございます。メイグ、ミーキー、リスナーの皆さん、おはようさまーって。通勤ラッシュ電車物語はしばらく置いといて。カラオケ18番はもう長渕剛ですかね。電車出会いいっぱいしたいからねーって。リクエストは長渕剛で激愛かひまわり。メイグあったらよろしくーって。うんうんって。どっちも聞いたことないな。どんな曲だろう。電車ね、 AKB ファンさん、なんで電車物語はしばらくお休みなの？しばらく、あ、そうなの、一回集結を迎えたの、うん、あ、そう、懲りないね、また頑張るみたいな感じ言ってるよ。新しい人見つけたって、うん、やばいさ、もうミキ、東京住んでた頃はね、電車でね、あんまり人と顔を合わせないので必死だったけどね。どこまで、うん、あんまりよ、人を見ないのに必死だったまあいいか。 AKB ファンさんありがとうございました。ツイキャスも来ていたよね、いっぱいなんかね。NUJJ さん、カラオケといえばハヤミー&イズミーの写真が新聞に載ってたの、 Facebook で見ておって。そうでしたね、ミキ見た、あのこの小座のカラオケ大会でね、早見さんと泉さんがピンクレディーだけど、あの魔女の宅急便の格好してたやつあれね、あの新聞載ってたらしいね。よかったね、もうそれだけでやった回があるよね。うん、わー、よかったよかったで、なんていうの、リスさんがね、一番好きな歌ミキ、メグ、それぞれワンコーラスで立ってみてって言ってる。いやってミキは後でや、そしてミッキーさん、今日のテーマカラオケということで、ライブは好き、歌は好き、しかし自分で歌うのは嫌いって。高校時代にバイト先でカラオケに行った時にへこむトラウマになる一言を言われてからカラオケは行ってません。楽しく歌っている人を見たり、アーティストさんの上手い歌を聴くのを楽しんでますということで、ミキ、そういえばさ、カラオケトラウマあったわ、今思い出した。あのさ、うるま市のカラオケ大会に出たことあるわけ、しかも 2,3 年前、結構最近、もうびっくりする、今思い出した。このミキのお父さんがさ、なんかうるま市の
祭りに関わってたから出たんだけど、会社の代表っていうことで思いっきりこけてから、こけたの。ミキさん、あのなんか暗い歌を歌ったんだよね、あんなさ大広間の祭り会場でなんか人生を寂しく綴るみたいな歌を歌ったんだよね。それでそれでしかもなんか歌も上手じゃないからずっこけてからね。お父さんのさ名前はさ、うん、もう司会者の人とかからさ大きな声で言われてた、呼ばれてたさ、うん、大変なことだった。そういえばなんか帰りさ親子3人で肩落として帰ったっていう思い出今思い出した。ああやだやだ、うん、そして米沢さん、カラオケの18番はコモエスタ赤坂ド演歌大好きですかっこおっさんって他にも心躍らせて、あ心凍らせてなんか歌っちゃいますということで、どっちも知らないけどな、どっちも知らないけどなんかすごく趣のある題名だね。ド演歌って感じがしますね。皆さんありがとうございました。そしてリスさん、リスの好きな歌、好きなアニソンは太陽マンって。だからなアニソンね、ジブリとディズニーぐらいしかわからないって皆さんこの後もテーマ、今日のメッセージテーマカラオケでメールどんどんお待ちしています。メールアドレスは761@fmkoda.jp です。それではここで1曲お届けします。アルゴさんリクエストでバンプオブチキンでファイヤーフライ。イエーイ。なんかさユーストリームマイク入ってる、ね、声小さいって言ってる。マイク入れてるんだけどな。おはようございます。マジっすか。雰囲気持ってるな。垂れてる。前だと釣れてるな。あ、そっか。先週もミキ。先月これじゃなかった。そうでしたね。今外部の場合、外部の場合、外部の方さ、通りにしてて。おはようございます。はじめまして、上条ミキです。写真はよく見てましたけど。落としてみる。あ、ちょっと落として。